次がね、工作です。紙粘土1キロ、これ楽しみだな。怖え、ね、もう一応絵の具も渡してあるんで、色付けしてもいい。なるほど。ちも何作ってもいい、うんうん、っていうテーマになってます。おぉ、うん、なんかね、そうだろうな。結構くんだよ。メイガーだよ、これメイガー、メイガー黒魔導士白じゃねえだ。ノーマルなんだ、これ色は。ノーマル色はみんなが色つけてたから焦ったんですけど、かわいい。色つけていいのちょっと気づきませんでした。なるほど。うわ、こういう、なにこれ、これハンバーグ定食。うおー、すげえ。色ねえじゃん、これも。色がねえ。またデス画面だ。何持ってんだ。デス画面ハンバーグ。つけちゃダメでしょ、色。つけていい、つけていい、つけていい。つけてる人がズルでしょ。絵の具配っただろ、ちゃんと。絵の具さ、似顔絵かと思った。ああ、そっちのね。入ってないのが悪いよね。待って、似顔絵って絵の具じゃなくてもいいの？絵の具でもいいけど。うわー、もう最悪や。かなえ。おっ、やるやな。いい感じやな、これ。うん。まともなわけがない。まともなわけがないんだよ。エビフライの尻尾とか。すごいな、ちゃんとこれあのタイタンの茶色いフィールドに。うん、いつも赤になってる。すごいね。間に合ってないやん。原作ないんだ。結構頑張ってるね。うん、すごい。思ったより力作かも。もっとやばいと思ってた。すごいな、ちゃんと人間の形になってる。はい、全員分あるんだ。ここからみんなやってます。うん、日記は最低5ページなんで5日分あるはず。そしたらろうそくやばいよ。線香みたいな。花火か。花火か。外に出る人がやった方がいいよ。もう出ないもん。難しいね。出ないと思うけどな、こいつは。具材いきますか。うわぁ !FF おもろ14、夢を抱きしめろ。そしてどんな時でも、ソルジャーの誇りは手放すな。イルーシブしなきゃ、竜騎士じゃねえ。ボコります。タイタン、タイタン不安よな。クズハボコります。あ、これタイタン知らないけど、マジで一枚に全部を込めてる。こいつすごい。血だろこれ。やばい、これ作品だ、マジで。すごい、これこいつすごいな、マジ。なんでなんでこうなん、これ。すごい、ほんとすごいわ。ほんとに怖い、これ。すごいな。FF おもろ14でつかみもすごい、これ。温度もなんか天井超えちゃってる。本当な温度が壊れてる。噴火してる。噴火してる。いや、すごいな。このなんか汁みたいな、なんなんこの。これ一体なんでついてるの。黄色いのは何。絵の具で描いたのか。あ、そういうことか。あ、絵の具の赤だ、これ。水彩絵の具。これさ、絶対紙粘土のあの靴のとこ塗ったやつの残り。確かに。絶対そう。絶対そう。絶対そうだ。FF おもろ14、夢を抱きしめろ。そしてどんな